ダニエル・ウルフォール、ダニエル・バーリー・ウルフォール、ダニエル・バーリー・ウルフォール、1852年6月15日から1918年10月24日は、イギリスのブラックバーン出身の人物で、国際サッカー連盟、第2代会長である。FIFA 会長時代に、国際サッカー評議会の作成した、世界統一のサッカー競技規則で、すべての国でサッカーを行うこととした。欧州外の FIFA 加盟国を増加させ、FIFA 拡大に貢献した。FIFA 会長、イングランドサッカー協会会長、イングランドランカシャー州サッカー協会会長と、世界的組織から一地方の組織までの3つのサッカー組織の現職会長を兼職したまま死去した。ウールフォールはブラックバーンのグラマースクールを卒業し、会計士として訓練され、ブラックバーンの税務調査官として税務署に勤務した。1874年、ランカシャーライフルボランティアの第一大隊としてイギリス陸軍に加わり、1885年に第2大隊の中尉に任命され、少なくとも1896年まではその一員だった。1875年にジョン・ルイスをはじめとしたウールフォールのグラマースクールの同級生たちがブラックバーンローバーズ FC を結成したことを機に、同クラブに生涯にわたって組するようになった、ただし選手としてプレーはしていない。また、サッカー以外のクラブであるブラックバーンのイーストランカシャークリケットクラブやクロスヒルズテニスク部の長官も務めた。その後、1881年にブラックバーンローバーズがあるランカシャー州サッカー協会のクラブ代表者に任命された。1881年11月、ランカシャーサッカー協会小委員会でオフサイドルールを適用する方法を説明する図解を描く議長を務め、サッカー競技規則解釈に関与した。ブラックバーンローバーズの試合観戦にはよく出かけていた。1883年には、ブラックバーンローバーズの試合観戦に出かけた際に、ブラックバーン路面電車事故に巻き込まれた。不幸中の幸いで、事故現場の近くに、ブラックバーンの小児科の病院があり、背中と手の切り傷で済んだ。1885年に、ランカシャー州サッカー協会会長就任と同時に、軍 FA 副会長に選ばれ、1885年から86年のシーズンには、ブラックバーンローバーズに関わっていたために、軍 FA 副会長として、プロサッカーの法制のためのロビー活動に尽力した。ランカシャーサッカー協会には、ウールフォールが議長を務めたすべての会議の議事録が残っている。1901年にイングランドサッカー協会、ザ FA 会長に選出された。1901年8月、FA 会長のまま FA 財務長を兼職し、最新の会計実務のスキルを身につけ、FA に導入した。FA 執行委員会に積極的に参加した。FA の懲戒委員会の議長を務め、マンチェスターユナイテッド FC 所属のビリー・メレディスといった、有名選手などやマンチェスターシティ FC などのクラブを含め数多くの懲戒処分を決めた。一方、ブラックバーンローバーズのドイツ、オーストリア、ハンガリーへの欧州ツアーを実現した。1904年5月21日に誕生した FIFA にはまだまだ実行力も資金もなく、当時はフランス首都パリの中心街のビルの一室で運営されていた。1906年6月4日、国際サッカー連盟会長に選出され、イングランドサッカー協会会長及び、イングランドランカシャー州サッカー協会会長を兼職したまま、第2代 FIFA 会長に就任した。新しい FIFA スタッチツの草案作成に関わったほか、イングランドとヨーロッパ大陸とのサッカーを共通化するために、サッカー競技規則は国際サッカー評議会の決定に従い、IFAB の作成した世界統一のサッカー競技規則によって、すべての国でサッカーを行うことにした。さらに、正式なサッカー競技規則の原本は英語版とした。1908年のロンドンオリンピック、1912年のストックホルムオリンピックにおいて、サッカー競技が正式種目となるよう尽力した。結果、1908年ロンドンオリンピックからサッカーが、逸話正式競技となり、同大会でイギリス統一代表が逸話正式競技としては初優勝した。1912年ストックホルム五輪でイギリス代表は連覇した。なお、ストックホルム五輪の審査員を務め、その五輪サッカー競技全体を監督したのは、ブラックバーン・ローバーズ創設者のジョン・ルイスだった。FIFA 拡大にも尽力し、FIFA 会長就任を3年目の1909年に、初めて欧州以外の国である南アフリカが FIFA に加盟した。以降、チリ、アルゼンチン、アメリカといった欧州以外の国が FIFA に加盟するになった。順調に FIFA 加盟国は増えていったが、その発展も1914年7月28日から1918年11月11日までの第一次世界大戦で中断された。1918年10月24日、第一次世界大戦が終結する2週間と4日前に、66歳で FIFA 会長、イングランドサッカー協会会長、イングランドランカシャー州サッカー協会会長と、世界的組織から一地方の組織までの3つのサッカー組織の現職会長を兼職したまま出身地のブラックバーンで死去した。ウールフォールはブラックバーン墓地に埋葬された。その墓はブラックバーン・ローバーズ創設者のジョン・ルイスの墓の近くにある。1919年に出版された遺言によれば、ウールフォールの遺産の不動産は当時3687ポンド。2015年時点で約84万6300ポンド、約1億5803万円だった。世界及びイングランドそしてランカシャー州の3つのサッカー市において、ウールフォールは多大な貢献をしながら、実は故郷ブラックバーンではほとんど知られておらず、世界のサッカーへの貢献も知られていなかった。ウールフォールと同郷のブラックバーンで会社社長をしながら、同地で30年審判活動をしてきたスティーブ・ウィリアムズが退職後、ウールフォールについて知り、その生涯を研究した。その研究の成果は2016年に開館した FIFA サッカー博物館に寄稿された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。